Thank you.
パフォーマーの皆様をご紹介させていただきたいと思います。それではまずですね、日本側からご紹介させていただきたいと思います。能楽の時は能管を、そして忍笛を、演奏していただきました松尾圭さんです。ありがとうございました。続きまして、能の時には大鼓、そして、担ぎ桶、和太鼓、いろいろなものを演奏していただきました友野隆二さんです。ありがとうございました。そして次は韓国側をご紹介させていただきたいと思います。それでは一番左奥からですね、韓劇と芸術団団員で、祖母と呼ばれる、小太鼓や、あとヨルトゥバルですね、皆さん見ていただいたところですが、回していた、そちらを、やっていただきましたイ・サンヒョンさんです。ありがとうございました。続きまして、ピリと呼ばれる笛ですね、そしてあとペピョンソーと呼ばれる、楽器を、演奏していただきましたイ・ジョンフンさんです。ありがとうございました。はい、ちなみにですね、まあ